まずは前半からこちらがデュッセルドルフへ旅立つ大前のまずシュート。そうですね、ファーストシュートでしたけどね、惜しかったですね。そして今度はセレッソ大阪の杉本です。前へ飛び出していきました。そしてもう一度セレッソ、南野。そうですね、まあ、この辺りはね、はい、今後はこうヘディングもね、はい、やっぱりこう期待でいかないといけないですよね。そしてさあその3分後、ボールもらうときいい準備してましたね。今、はい、体がこう横向いていましたね。ですからボールがこう横向いていますよね、今スッとね、はい、ですからボール触らないで前向きましたよね。あの辺りはやっぱりこう自然とできるんですね。あのユースでも輝いているその判断力がトップに行っても継続してできるんだという話してますね。で、まあ、インタビューでもゴールにシュートを打つんだって言ってましたよね。ゴールに向かう姿勢がやっぱりいいですよね。まあ、このプレー見てくださいね、はい、これ取られた後なんですけど切り替えも自分で早いですよね、はいはい、で自分でこう追いかけて、まあ、チャンス作りましたけども、この辺りのこの切り替えの速さっていうのはね、これは個人の問題の部分がありますからね、非常にいいプレーでしたね。そして今度はエスパルス高木、まあ、今も高木がシュートを打つのかなり苦労してる感じしますよね、はいはい、なんかこうワンタッチで打てるんじゃなくてなんかこう一人で頑張ってシュートを打ってる感じしましたね。そして後半に入って、そうですね、これは惜しかったですね、いい形で、はい、まあ、クロス上げた時にゴール前に2人が入っていることでコンビネーションが、はい、まあ、生まれましたね、今ので。そして松井がいいセーブをしました。これですね、やはりこのニアへのボールクロスはほとんどニアにボール入ってきますから、はい、まあ、これ山口反対サイドのサイドハーフですから、はい、それがもう斜めに入ってくるんでマークつききれないですよね、これ4アピン1回首振ってますけれども、完全にもう先入られてますからね。山口は今日も何度もこういった斜めに走るいいランニング見せましたね、はい、まあ、これもそうですね、やはりアーリークロスですね、はい、前半にこうぶつかったシーンありましたけれども、キーパーとヨアビンが、まあ、あれによく似たボールですね、これそうですね、山口ですね、はい、山口が前にこうスルーパスをもらうために動いたことによって、はい、まあ、バンドと杉本が空きましたよね、斜めに行って走ったんですね、まあ、そうですね、これによってここは空いたんですけども、はい、そうい こうコンビネーションが清水には少しなかったなという感じにしましたね、これで3対0です。セレッソ大阪突き放します。これもそうですね、はい、取られた瞬間今切り替えていってまあ、バンドの鎖からの、はい、まあ、形はちょっとずれてますけども、まあ、コンビネーションみたいな形が生まれてますよね、はい、結局南野、山口、杉本、村田が決めて4対0、セレッソ大阪が完勝と言っていいでしょう。見事な先制ゴールでチームを勢いづけました。セレッソ大阪、南野拓実選手にお越しいただきました。快勝でしたね。ありがとうございます。南野選手にとっては本当に嬉しいプロ初ゴールとなりましたが、改めてゴールシーン振り返ってみてください。まあ、前半の、まあ、立ち上がりから、まあ、思い切って、まあ、シュートを打つことを考えてたんで、まあ、うまく、まあ、ミートして、まあ、ゴールできたんで良かったです。イメージっていうのはできていましたか？まあ、ボールが来た時にもう絶対、まあ、もうシュート打つと決めてたんで、まあ、はい、入ってよかったです。そして今日はクルピ監督の代わりに小木子コーチが指揮を取ったんですけれども、このメンバーでプレーした今日の試合っていうのは振り返ってどうですか？まあ、多少戦術のところだったり、まあ、ちょっと違うところあったんですけど、まあ、そこは選手スタッフみんなで、まあ、話し合いながらしっかり今日の試合に向けていい準備、まあ、できたし、まあ、こういう結果になったんで、まあ、良かったと思います。小木久コーチが作るセレッソ大阪のチームの雰囲気っていうのはどういったものなんでしょうか？まあ、監督がまあ変わって、まあ、日本人なんでコミュニケーションとかもすごく取りやすくて、まあ、小木久監督のまあ良さもを、うまく融合して、まあ、今日はしっかり勝てたと思います。
そして23日の準々決勝はここ長居スタジアムで大阪ダービーとなりました。最後サポーターの皆さんに向けて意気込みとメッセージをお願いします。まあ初めての大阪ダービーなんですけど、まあやっぱり思いは、まあ、普通の試合とは違いますし、本当サポーターチーム、まあ選手スタッフみんな一丸となって絶対に勝利つかみましょう。はい、ありがとうございました。本日のヒーロー、セレッソ大阪、南野拓実選手でした。ありがとうございました。どのカード、ちょっと注目していこうかなというようなところありますか。まあ、左上の大阪、はい、大阪ですよね。そうですね。やっぱり大阪ダービー、まあ、これ今シーズンリーグ戦でね、まあ残留を争った2チームですけどもね、そうですね、まあ、明暗は負けましたね、まあ、J2 に行くガンバと J1 に残ったセレッソということでね、まあ、次の注目はもうここしかないんじゃないですかね。長居でこの大阪ダービー、セレッソガンバ、どのような激しいバトルを見せてくれるんでしょうか。楽しみです。